皆さんこんにちは、ジェイソン・オリゴミルだ、ヒロゲだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターサンセットレースカーの続きになります。はい、前回の動画でこちらサンセットトラックレーサーを組み立てました。あのレゴスピードチャンピオンと同じクオリティでとても良かったです。はい、今回の動画ではこちらのクラシックレースカーを組み立てます。はい、サンセットトラックレーサーの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは組み立てていきます。完成、クラシックレースカーです。いやー、これはかっこいいですね。あの前に作ったサンセットトラックレーサーと違ってタイヤがむき出しになってるのがポイントですね。さらにオープンカー仕様になってます。はい、全体はこのようになってます。色合いは前回作ったサンセットトラックレーサーと変わんないですね。まあパーツそのまま使ってるからまあ同じですよね。はい、では近くで見ていきましょう。まずここが前面部分ですね。サンセットトラックレーサーの時ここタイヤのここの部分だったんですけど、ここが正面に来てます。これはすごい考えられてますね。こういう使い方あるんだ。はい、側面はこのようになってます。側面も全然違いますね。そしてこの後ろのエンジンパーツも前と違うデザインになってます。はい、そして後ろはこのようになってます。タイヤがついていますので、このように転がし走行で遊ぶことができます。これは前回作ったサンセットトラックレーサーと変わらないですね。そしてこのサンセットトラックレーサーはミニフィグが乗れるので、はい、ミニフィグを乗せるとこんな感じです。このミニフィグも乗れますね。やっぱこのミニフィグはオープンカーだと乗れますね。まあちょっといろいろ比較しましょう。まずはレゴスピードチャンピオンのマクラーレンのセナと並べるとこんな感じです。まあ色合い的にオレンジの部分しか似てないですね。はい、正面から見るとこんな感じです。まあマクラーレンのセナと比べてるんですけど、やっぱなんかライトの部分が正直寂しい気がしますね。はい、後ろはこのようになってます。このクラシックレースカーなんですけど、大きさ的にこれと合ってるんじゃないかなって思います。こちら前回作ったレゴスピードチャンピオン日産 GTR と並べるとこんな感じです。もう全然違うなこれはい、正面から見るとこんな感じです。正面から見た幅はほぼ一緒ですね。そして後ろはこのようになってます。やっぱ GTR の後ろの作り込み半端ないですね。サンセットトラックレーサーからクラシックレースカーになって、しかもさらにボートになるっていう、このプレイバリューほんと素晴らしいです。はい、レゴクリエイターサンセットレースカーのクラシックレースカーはこんな感じです。はい、というわけでレゴクリエイターサンセットレースカーのクラシックレースカーを組み立ててみました。まあ個人的な意見なんですけど、やっぱレゴクリエイターいいっすね。いや、あのサンセットトラックレーサーからこのクラシックカーになるっていう、このプレイバリューの高さほんと素晴らしいですよ。同じ車なのにこんなに違うっていうのがすごい衝撃を受けました。いや、これは素晴らしいです。これはね、僕の車好きの友達にぜひ勧めたいですね。はい、今回のレゴクリエイターサンセットレースカーはまだまだ続きます。次の動画ではこちらのスピードボートを作りますと言いたいとこなんですけど、実は僕の家にあるレゴクリエイターのドローンとスーパーカー、こちらの3つ目が全部ボートなので、次の動画ではこちらの3つを一気に作って、まあ、個人的にどれが良かったのかをまあ決めようと思います。はい、今回の動画よろしければ高評価をお願いします。そして僕のチャンネル登録やコメントやリクエストや質問などお待ちしております。以上、ヒロゲーでした。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてコメントや高評価やリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら。